こんにちは、こそば、ジンくんの部屋にようこそ。はい。今日は、服装見て、ミルクボーイ久々に来ました。で、あとね、まつげも初めて、マツパをしてもらいました。かわいいでしょ。まあ、目はね、裸眼なんですけど。今日は、本題に入るんだけど、今まで、ちょっと過去のこととか、あんまり話してなかったなと思って。自分の反省というか、自分の過去の話とかを、ちょっと今日は、こちらの、ほろ酔い白ぶどう茶を飲みながら、話していきたいと思います。一旦今日はね、優しいお酒を飲みながら、語っていきたいと思います。これ美味しいわ。自分は今こうやって YouTuber としても活動してるんだけど、まあ自分は今はこんな感じで男の子、まあ、男の娘というのかな、まあ女の子に近い男の子みたいな感じなんだけど、まあ過去はそうだったわけではなくて、今見た目がめっちゃ女の子っぽくなったのは本当に最近なこと。それまではジェンダーレス男子というか、まあ、見た目は男の子だけどちょっとメイクもするし可愛いみたいな、ジャンルで言ったら何なのかもよくわかんないんだけど、今でもぶっちゃけまあ生きたいように生きてるって感じなんだけど、まあ過去はそうじゃなくて、自分のね全てを出せるわけでもないじゃん、人間だし。だから今までは結構前にカミングアウトの動画も出したけど、隠していたことが結構多かったんですよ。自分は動画でこれちょっとね話したことはあるんだけど、父子家庭でお母さんがいなくて、まあ、お父さんとお姉ちゃんの父子家庭で、まあ家庭環境とかもすごい良かったわけでもなくて、まあ、うまくいってなかったこととかもあった中、まあ、自分のね気持ちもう本当によく分からなくて、一人でめちゃめちゃ抱え込んでいたっていう時期もあって、めちゃくちゃ学生時代とかで覚えてるのは、自分部活は男子ソフトテニス部に入っててテニスやってたんですよ、3年間、中学は。結構さ、練習試合とかあるじゃん、部活って。違う他中の子と試合するみたいなのがあったりとかして、自分の学校でやる時もあれば、対戦相手側の中学に行ってやるとか、違うね、大きいコートでやったりすることとかもあって、自分の中学で試合の時は歩いていけるけど、その他中とか違う会場でやるっていう時は、まだ近かったら自転車でも行けるけど、どうしても自転車でもうほんと2時間とかかかるとか、もうめちゃくちゃ遠いところでやる時とかは、送迎とかが絶対必要じゃん。自転車しか使えないから。で、みんなは周りは、まあお母さんとかに結構送ってもらったりしてて、なんか自分結構今みたいにこんなに社交的じゃなくて、めちゃくちゃコミュ障で人見知りだったの。お父さんも仕事があって送迎とかもできる状態じゃないし、まあお父さんとも仲は本当に良くなかったから、学生時代とか特に頼める人がいないみたいな。だから友達に頼んだりとかもあんまりできないぐらい自分から言えなくて、もうやばいみたいな、どうしようみたいな。結局友達の親が連れてってくれたりとか、友達にも言えなかった時はもうお父さんに言ってなんとか連れてってもらった時もあったりしたけど、帰りとかもさやっぱあるわけじゃん。だから親に連れてってもらったけど帰りは無理とか言う時があって、まあ今だったらね本当に笑えるんだけど、普通に頼めばいいじゃんって感じだよね、今だったらね、友達とかに。でもその時は帰りの時もなんか言えなくて、一人でめちゃくちゃ遠い、遠いんだけど歩いて初めて行く道をこうずっとひたすら、田舎だからね、歩いてバス停をやっと見つけて、バス停からバスで乗ってみたいな、でなんとか家の方まで行ったりとかっていうことがあったりとかして、本当にね自分でもう生きていかなきゃみたいな、今考えると自分でその時から多分親に頼るとかも本当にしてなかった、本当にできない状態だったから、それがあるからむしろ今はこう強く入れるんだなとか、今は逆にこう社交的にも慣れたのかなっていうのはすごい思うなって今は思ってる。なんか中学とか入る時に部活ってどうしても決めなきゃいけないってなって、自分は運動部やりたいなとか思ってたからテニスやってみたいなと思って、まあ親に言ったんだけど、もうお父さんはサッカー部に入ってほしいみたいな、お父さんどちらかというと男らしいことをやってほしいみたいな感じで、サッカー部に入るみたいな言われてたけど、自分はサッカーやりたいわけじゃなかったし、やりたいテニスがあったからなんとか、まあ、テニス部に入れたっていうこととかもあったりとかして、お父さんは男らしくなってほしいっていう人だったんだよね。で、お姉ちゃんも自分いるから、お姉ちゃんも結構、お姉ちゃんギャルだから、結構なんか当時はヤンキーっぽい、彼氏と付き合ったりとかしてるくらい、結構ギャルって感じで、お姉ちゃんがもう、なんか、うえみたいな感じだったから、当時は。だから、お姉ちゃんも、ジンはお前はヤンキーっぽくなれよ、みたいな。もうお前男らしくなれよ、みたいな。だから、まあ、家族は、自分が女の子っぽくなるとか、もう可愛いっていうのが、まずありえないみたいな感じだったから、まあ、中学の時とかは自分可愛いじゃなくて、かっこよくなろう、男らしくなろうっていうのが、環境がそうなってたから、結構男らしくなろうとしてた。まあ、今はこうやって、もう男らしくというか、もう自分らしくなっちゃって、まあごめんなさいって感じなんですけど、まあ今は、やっとね、話せるようになって、
お父さんは自分のこと自分でやれっていう感じだったから、昔から。今自分でね、こうやってることに対しては何も言ってこない。頑張れよっていう感じで言ってくれてはいるし、今お姉ちゃんも多分負けたんだよね。自分が自分らしく生きすぎて今。言っても意味ないなみたいな。もうそんな状態。だから今もう自分らしく生きてて、もう家族とも帰った時には会ったりしてるから、ようやく大人になって話せるようになりました。しっかり。ほろよい美味しい。それの CM 来ないかな。まあ、高校生とかは女の子とやっぱり仲良くなることが多いから、女の子の友達が圧倒的に多くって、自分がどっちかっていうとその時見た目は男の子だったかもだけど、まあ脳みそ女の子寄りだったから、結構女の子の方が気があるとか趣味が合うとかあって仲良くなることが多かった。自分がね、こういう感じになったというか、まあ、可愛くなってったのが、まあ高2で、多分ね、メイクをし始めてても高校生ぐらいから、涙袋描いたりとか眉毛描いたりとかしてたから、だんだん、その自分の理想というか、まあ、美しく綺麗になりたい、可愛くなりたいってなってて、まあ、だんだん見た目も可愛い系になってたんだけど、まあ、その時点でね、もう男らしくいなきゃいけないっていうのはだんだん消えてったのかなって今思うと。まあ、今は、まあ、見た目も素も、まあ、髪の毛も伸びたりとかしてるし、もともとメイクもするから、普通に自分のなりたいように、なりたい容姿、なりたい顔面、なりたい格好をただしてるだけ。好きなのがレディースの服とか、メイクが好きでこういうメイクをしてるとかであって、今はなりたい自分にただなって生きているっていう感じかな。で、自分は、自分が0歳の時にお母さんを、病気で亡くしてて、お母さんの顔とかは本当に写真でしか、お仏壇とかにある写真とか、と残っている写真、お父さんが見せてくれた写真とかでしか知らなくって、お母さんに会ったことがないんですよ。だから会ったことがないというか、なんか、覚えてなくて、0歳だったから、当時は。だから、学生の頃とかは、結構、なんか辛い時も多くって、家庭もね、環境良くなかったりしたから、なんか本当に頼れるのがおばあちゃんしかいなくって、その時は。ばあばって言ってたんだけど、ばあば本当にずっと自分の味方でいてくれて、なんか家も唯一近かったから、ちょっといろいろあって、家でいろいろあって、そのまま裸足で走っておばあちゃん家に行ったりとか、おばあちゃんはずっと味方でいてくれたんですよ。なんか、待って。ごめんなさい。めっちゃなんか涙出てきちゃった。で、今も、そのおばあちゃんも自分が中2、中3に上がるときらへんに、亡くなっちゃって、なんかそっからが本当に、家族が、そっからが本当に、もう生きるのがすごい大変だったなって今思って、まためっちゃ涙出てきちゃった。よくなんか、当時は、生きてたなってめっちゃ思います。いやー、すごい、なんかこういう話をさ、人前でも全然しないしさ、唯一今カメラに向かってさ、自分のさ、過去を話したからさ、なんか思い出すこともないからさ、いつも。なんかめっちゃ思い出しだった。ごめんね、なんか。あー、ごめんなさい。まあでも今こうやって自分らしくいれるのは、自分のこの今までのその経験があってこそ、今こうやって強く生きていられるんだなって思うので、まあこの過去にあったのはね、まあいろいろあったけど、今では特にそれに対してなんでそうなってたんだろうとか思わなくて、まあプラスには考えるようにしてるから、まあ当時そういうことがあった時に近くにいてくれた人とか、まあ話を聞いてくれた人、まあ先生とか、ばあばとか、本当に仲良かった友達とかがいてくれたから、きっと本当に乗り越えれてたんだなって思うし、だからこそ今のこの自分が好きって今は思えるから、まあ過去にもいろいろあったけど、今はすごい生きててすごい楽しいなって思う。生きてて楽しい。楽しくなきゃさ、人生やっぱさ、意味ないと思うのね。なんか、仕事とかでさ、やっぱりみんなも嫌なこととか絶対あるだろうし、なんか人間関係って一番めんどくさいし、一番多分大変なことだと思うんだけど、まあそれでもきっと自分のことを理解してくれる、分かってくれる人は絶対にいると思うから、今ね、こう一人で抱え込んでたりとか、まあ家庭環境とかもそうだし、容姿とか、LGBT とか、言えないこととかも、たくさんある子とかもいるかもしれないけど、一人で抱え込まずに今頼れる人に頼ったりとかして、うまく乗り越えてってくれたらなって思います。はい、ということで
お酒全然飲めなかったです。ごめんなさい。話してばっかりいた結局。こんな感じで、自分の過去の生い立ちというか、反省と言いますか、まあ反省ならぬ反省点もあったりだとか、過去はね、まあいろいろあったんですけど、まあ今はこう楽しく生きているよという、まあ今でも病んだりすることはもちろん人間だからあるけど、まあやっぱり分かってくれる人とか、結局理解してくれる人とか、相談できる人とかは今いるから、助かってます。ありがとうございます。ということで、こんな感じの動画になっちゃったんですけど、まあ、一番自分が言いたいのは、みんなも自分らしく生きていいんだよ、っていうことです。なんか嫌なことあったら、自分の動画を見てください。ぜひ、チャンネル登録まだしてない方も、ぜひぜひ、まだ押してなかったら、押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、次の動画も見てくれたら嬉しいです。じゃあねー。